これはいつかの未来のある島国の話。世界は異能を宿し、高度に発達した新人類軍セプティマホルダーに支配されていた。わずかに残った異能を持たない旧人類はマイナーズと呼ばれ、人類進化推進機構スメラギによって見つかり次第殺処分される運命にあった。ここもだいぶ荒れ果ててるね。それでも比較的マシか。今まで見てきた場所よりかは。スメラギが管理する都市はあんなにきらびやかなのね。ここにも生き残った人いるのかな。ねえアキラ君、敵だ。え、本当だ。セプティマの反応多数、熱源反応もあるし、スメラギの奴らかな。一般のホルダーはスメラギの管理区画から出たりはしない。こんな場所にいるのはスメラギの特殊部隊ぐらいなものか。どうするアキラ君。知れたことだ。行くぞロロ。オーケー、ミッション開始だね。そうだアキラ君、ミッション前に改めて確認しとくね。君の強化ジャケットにインストールされている特殊防御プログラムカゲロウ。カゲロウは敵の攻撃をオートで回避してくれるけど、エネルギー源のブリッツがなくなっちゃうと普通にダメージを受けちゃうから気をつけるんだよ。ブリッツはリロードすれば全回復するから、こまめなリロードも忘れないように。まあ逆に言っちゃえば、君はリロードさえしていればずーっと無敵ってことだね。リロードの操作はデフォルトだと下を2回だけど、ポーズメニューのコンフィグで変更できるから、変えるなら今のうちだぜ。フュージョン。
その姿、お前がイクス、マイナーズどもの希望を語る我らスメラギの旧敵か。他の者が俺をどう呼んでいるかなど知らんな。それよりも教えてもらおうか、バタフライエフェクトの所在を。待ってアキラ君、こいつのセプティマ反応ただものじゃないよ。変身してないのに抑制し以上だ。関係ない、相手が誰であろうと力ずくで聞き出すまでだ。我が名はブレイド、大いなるスメラギの意志に基づき、イクス、行くぞ。ダン、その程度かイクス、その首落とさせてもらうぞ。レッセよ。そんなカゲロウを無効化するなんて。とどめだ。あ、アキラ君。何？煙幕。ウロだよ。早くこっちに。いいから早くこっち。行くぞロロ。ちょっと待ってよ。今の声、仲間が潜んでいたか。だがまだ遠くには。この気持ちの悪さはタイムリミットか。くそ、間が悪い。はじめまして。ここはスラム街の地下に広がる秘密基地。おお、ちなみに私は琥珀って言います。この地下に住むマイナーズたちのまとめ役、まあお姉さんって感じかな。なあなあ琥珀姉ちゃん、本当にこいつがあの白き鋼鉄のいくつなのか。鎧はかっけえけど思ってたよりひょろっちいのな。もっと鬼強そうなのを想像してたぜ。ほら京太、イクスさんに失礼だろ。はじめましてイクスさん、僕はジンって言います。こっちの子がマリア。マリア、外の見張りに行ってくるのです。おいマリア、一人で行くなって。あいつはしょうがねえな。俺も行ってくるよ。いくつの兄貴、後でロロ見せてくれよな。ちょっと二人とも。ああ行っちゃったよ。すみませんイクスさん、みんな外の人に会うのは初めてなんで緊張してるのかも。二人だけじゃ不安なんで僕も見てきますね。琥珀さん、ここの案内は頼みましたよ。おいさ、任された。イクスさんだってアキラくん、なんか変な感じだね。それにしても白き鋼鉄のイクスか、あの噂ここまで広まってたんだね。うん、闇ネットの書き込みで見たことあるよ。真っ白な鋼鉄鎧をまとってイクスマークを敵に刻み込む、ものすっごく強い戦士の都市伝説。希望の歌姫ロロを引き連れてマイナーズたちを助け歩く私たちの希望。それってあなたのことなんだよね。
いやー、希望の歌姫だなんて照れるな。誰が吹聴しているのかは知らないが、俺はそこまで大層なものじゃない。そうかな。さっきの戦闘だってスメラギのセプティマホルダーたち相手に一歩も引かなかった。そんなこと大人にだって無理だよ。だからきっとあなたは私たちマイナーズの希望、少なくとも私はそう思う。勝手に思われても迷惑だが、大人か。姿が見えないが、ここに。うん、昔はもっといたんだけど、みんなスメラギに殺されちゃった。生き残ったのは私たちだけ。ヒョウタたちもああして明るく振る舞ってるけど、いつスメラギに殺されるか本当は不安でいっぱいなんだよ。だからそのずうずうしいかもしれないけど、できれば私たちと一緒にいてもらえたらな。なんて。そうか、この場所は連中にも見つかっていないんだな。うん、今のところはだけど。活動拠点を。活動拠点を提供してくれるなら、その間はお前たちを助ける。それでどうだ。本当に？ありがとう。いいよ、ここでよかったらじゃんじゃん使って。イエイ、交渉成立だね。何かしてほしいことがあったら言え。できる限りのことなら聞いてやる。うん、ありがとう、アキラくん、ロロちゃん。いやいや、どういたしましてだよ。アキュラ君か。これからよろしくね。自分の家だと思ってくつろいでいいから。偶発的に発現した未知の力、奇跡の産物らしく、発動するかしないかはランダムだがな。それってもしかして僕を責めてる？でもさ、この力ってどっちかっていうと僕よりアキラ君の気分に左右されるみたいだよ。深層心理ってやつ。出撃前にこうやって誰かと楽しくトークしとくと発生確率も上がるみたいだし。へえ、そうなんだ。じ
ゃあいっぱいおしゃべりした方がいいね。今夜は夜通し語り明かしちゃおうぜ、アキラくん。あ、